栃木県 A はアルミ課題、岩手県 B は土牛課題を決めました。こんなに課題明快、どっちがいいですか？まだ課題メーカー選定に困ってますか？アドバイスさせていただきましょう。アルミ課題メーカー選定ならポイントは3点。ポイント1、品質。課題メーカー団体の現状ではコスト以外に自社で品質管理するかを確認するのがかなり重要です。原材料インコードの溶解から製品まで全て自社工場で製造するところがおすすめです。ポイント2、技術力。経産省の実基準が厳しくなりつつ複雑地形の案件が増えてくる時期では技術力がすごく大切なことになります。日本一級建築士と提携しているか、もしくは日本人設計士がいるか、渡航案件の経産省の受理知識が多いかチェックしてみてください。ポイント3、サービス。日本未走行が備えること。日本支社の現地駐在社員から現場への緊急対応できること、経産省の面談できることなど調べてみましょう。最後のピンポイントです。安泰ソーラーが以上の内容で100人ですって。早速コンタクトしてみてね。さて、土の課題メーカーの選定にはどういうことが注意すべきでしょう。まず、接触しているメーカーの土の課題の品質をチェックすること。土のなら基本的に錆びるものなので、しっかり耐食耐性を取れることが大事です。安泰メイクおすすめですよ。そして構造検査が日本の鉄構造実数基準などに準じることも確認必要です。あと、アウターサービスがちゃんと対応してくれた方がいいですよ。特に小規模の貿易会社は要注意です。ほら、安泰ソーラーも土の課題反対してますよ。まもなく土の課題の生産ラインが稼働しますって。安泰ソーラーに提案してもらってみたら。安泰ソーラーが頼りになりそうですね。早速提案してもらいましょう。安泰ソーラー、安泰チャンネル、ご登録をお願いします。